今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、新しい年になりまして、早い1ヶ月が経ちました。暖冬という言葉をよく聞きますけれども、コートなしでこの京都の街を歩けるここのところ、なんだか暖かいなと、札幌雪まつりも雪を、遠くからこう1ヶ月以上前に運んできたっていうニュースもありましたが、こう関東地方は今週は雪が降ったり、それから天候が本当にもうどうなっているのという、まあ、そんな、昨今ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回は2020年復興五輪、本当？福島は今というテーマでお届けします。コメンテーターは立命館大学国際、平和ミュージアム名誉館長、そして、ASAP 科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんに、伺います。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。こちらこそ。安西さんはいろいろ日本全国各地に講演に行かれたり、いろんな活動で、行かれると思うんですけども、はい、今週はなんか九州方面に行かれたとか。はい、長崎原爆資料館に行ってきました。9月にある国際会議の打ち合わせで、はい、原爆資料館に行ってきました。はい、何かの打ち合わせという。会議そのものは京都と広島でやるんだけども、はい、せっかく日本に来てもらって広島だけ見て長崎を見てもらわないっていうのは良くないだろうっていうん で、ね、ポストコンファレンスツアーって言って、会議終わった後長崎に行く特別ツアーを組織しようってんで、原爆資料館のご協力を仰がなきゃいけないので、はい、その相談に行ってきました。そうですか、はい、国際平和博物館会議が9月に、9月の16日から20日までですね。9月16日から20日まで、今そのやっぱり準備は佳境に入っているというか、割に順調に、順調、共催者の間で、はい、協議しながら進んでいるんですけども、なんせ9月だから台風シーズンでもあるし、本当です、ちょっと気にかかり始めてるのが、新型の肺炎がですね、それまでに収束してるかどうかね、ちょっと心配ですね。そんなに簡単にはいかないと、やっぱり第一波とか、そういろいろあるんですかね。なんか報道されているところによると、はい、今流行っている新型肺炎のピークが 4,5 月だっていうんですよね。4,5 月がピーク、これから 2,3 ヶ月後、これからまだまだ、そこで広がるだけ広がって、はい、収束に向かうっていうんだけども、過去の経験からすると第2波があり得るっていうんですね。そうするとそれが9月10月頃になり得るっていうんで、もしそんなことになると日本に行って大丈夫かしらという懸念が広がってね、はい、国際会議を組織する上でも、それが心配ですね。ちょっと本当ですね、何カ国ぐらいの方がご参加される予定ですか。30カ国ぐらいから、はい、少なくとも海外から100人は来てもらおうと思ってるんですけれども、日本人はもっとたくさん来てね、はい、それで海外も、近隣諸国だけじゃなくてヨーロッパとかアメリカとか、はい、アフリカとか、中南米とかからも来てもらいたいと思ってるんですが、はいはい、まだ締め切りには間があるもんですから、今登録してる人まだ少ないですけども、ぜひこれから少なくとも100人の人々に来てもらって、はい、平和博物館の今後についてね、有意義な議論してもらいたいと思っています。そうですね、はい、平和博物館は、はい、アジア諸国のどこどこかにもそういうものはあるんですか。日本は70巻ぐらい大小
含めて平和博物館があって、はい、世界全体でまあ300館ぐらいと言われてるから日本は結構平和博物館王国みたいなところがあるんですが、アジア諸国はそれほど多くはないけれども中国や韓国にも平和博物館がこの頃増えてきていてね、そうなんですか、うん、まあ、それがカンボジアとかタイとか、はい、いうところにも広がりつつあるので、これからアジア太平洋地域の平和博物館運動っていうのが大切になると思いますね。そうですか、はい、まあ、平和博物館がそれだけあるということは、平和でなかった時代があるということの裏返しということなんですか。そうですね、だから平和博物館っていうから、はい、平和を展示してあるのかっていうと、大体戦争を展示してあるわけですよね、はい、戦争によってどんなにひどい被害を受けたか、それを踏まえて平和の尊さ、命の尊さを考えるっていうのが普通なので、平和博物館がいっぱいある日本っていうのは、日本は全国が空襲の対象になったりして、はい、もう国家を挙げて戦争をやったもんだからね、日本中にそういう戦争の遺跡なども残っているので、はい、それを根拠にして平和博物館がいっぱいできてきたんですが、はい、アジア諸国はまあ日本の侵略を受けるなどしていっぱい被害を受けているので、そういう関係の博物館ができつつありますね。まあ、記念館のようなものも、うん、そうあるかもしれませんね、はい、さあ今年は暖冬というお話がありましたが、福島プロジェクトで月1回、はい、福島に今も行かれていると思いますが、はい、福島雪なかったんじゃないかなって、うん、想像してたんですけど、いかがですか。今はね、まあ、福島プロジェクトは毎月1回福島を訪れるペースでやってますが、はい、普通1、2月は雪があって雪が積もっちゃうと、まあ、人間にはありがたいんですが、雪が放射線を遮蔽してくれるもんだからね。だけど実態の測定をしようと思っても雪が邪魔で分かんなくなっちゃうので、はい、普通は行かないんだけども、2月も実は郡山に行ってある全国的な大会がこの夏にあるんだけど、その周辺の放射線のレベルがどうかっていうのが県外から来る人には心配らしくて、子供は連れて行って大丈夫でしょうかとか問い合わせが来るっていうんで、はい、その郡山の会議の会場周辺の環境放射線をしっかり見立てると、はい、まあ、雪は積もっていないので、測定は大丈夫っていうことなんですね、うん、そうですか、うん、ま、安倍首相が、うん、施政方針演説で、復興五輪ということを、うん、こう強調されてましたけれども、このオリンピックの成果がスタートするのが、うん、楢葉町の、そうですね、Jビレッジがスタート地点と、はいはい、これはどんなふうな、こう感想をお持ちでしょうか。多分ね、オリンピック平和の祭典で、はい、福島からそれが、まあ始まるというのを演出して、福島が復興の過程にある姿を見せたいんだろうというふうに思いますけども、ちょっと気になるのはね、今福島県のウェブサイトなんかで公表されてるんですけども、この火が運ばれるわけですよね、はい、成果が成果、はい、それの沿道に人々が来てきっと応援するだろうからっていうんで、沿道の放射線のレベルが公表されているんですよね、はい、うん、それでね、よく見てみると、まあ、色分けしてて安全なところは青い表示になってて、はい、大体青になってるんですが、よく見るとその1時間あたり 0.4 マイクロシーベルト以下のところは青くなってる、だいたい前はね、国は1時間あたり 0.23 を超えるところは除染する必要があるって言って、それでやってきたんだけども、除染したけどもしきれなくて、いまだに 0.23 を超えているようなところがいっぱいあったんですよね。だから0.23から上は危険だって色を赤くしちゃったりすると、なんか危険な印象を与えるので、はい、0.4 に引き上げたんじゃないかという疑いがありますけども、はい、まあ、未だに9年経とうとしている今でもその程度の放射能がまだ残っているところが随所にあるということですね。あ、うん、そうですか。しかも、まあ、帰還困難区域と呼ばれている、はい、大熊とか双葉とか浪江などには、はい、未だに帰還できないほど
高い放射能が残っていて、そこは除染もしてないので、これから何十年かまだ帰還困難であり続ける可能性があって、そういう意味では復興などということを安易に言えないような状況だと思いますね。そうですね、うん、やっぱりそういう言葉を使うから、うん、みんなが本当かなって思いますけれども、うん、そんなことは言わなくても、やっぱり現状っていうものを もっと正しく認識する方が良いですよ ね、うん、だから190万県民が現に暮らして一生懸命、はい、生産活動などに、まあ、従事してて、それぞれに復興を目指しているその姿は尊いものだし、それを支援していく必要があると思うんですけど、はい、そうでない被害を受けたところは依然としてそういう困難を抱えたままになっているという事実もきちっと 見ないとですね、やたらに復興復興って言葉で言ってみても始まらないので、うん、きちっと実態を解明して、一生懸命頑張っている人 の農業生活その他を支援していく体制をしっかり維持していくことが大事でしょうね。はい、双葉町ご出身の方、うん、浪江町ご出身の方、うん、存じ上げてるんですけれども、はい、やっぱりその気持ちは全く変わっていないっていうか、うん、やっぱりそういう喪失感っていう、うん、はい、その気持ちは、うん、全く変わらないんだなという、うん、やっぱりそういう人々がたくさんおられるということをちゃんと私たちも、報道は最近そういうことはなかなか報道されないですけれども、うんうんね、忘れないっていうことが非常に、うん、しかも事故を起こした原発の廃炉、はい、後始末の方針がまだ見えない、ロードマップっていうのがよく具体的に見えない中で、 あそこにドロドロとした高放射能の廃棄物が残ってるわけですよね、はい、まあ、デブリって言いますけどね、はい、それが残っているような状況の下でやっぱりふるさと帰りたくないと、いつまた、自然災害がそういうものをまた表に出すようなことになりかねないからね、それがきちっと始末されない限りやっぱり帰りたくないっていう気持ちが非常に強いですね。あ、そうですか、うん、その、ですね、20年30年で、うん、その廃炉処理を、完了となすというか、なんかそういう予定ってあるんですか、うん、40年であるとか言われたり、うん、始末を完了すると言ってるのは、はい、まあ、結構当てずっぽで言っただけで、はあ、根拠があるわけじゃないんですよね。だいたいそれぐらいかなっていう、うん、デブリの状況がまだ完全によく分かってないし、うん、それを取り出す方法もよく分からないし、取り出した後どうするのかっていうことも決まってないし、40年より長いときっと評判が悪いっていうふうに思ったのかもしれませんけども、別に大した根拠もなく言ったんですね。まあそれぐらいと、うん、もうそうするとなかなか本当に、本当の廃炉にはもうさまざまな困難な道があるっていうことですね、うん、もうデブリを取り出すのを諦めようかっていう話もあって、はい、もう封じ込めたままにしようかっていうね、それはそれでまた重大な技術的な問題があって、はい、まあ、不安を残すことになるので、それはまたきっと今避難している人々がふるさとにもう一回帰るときに、デブリがあそこに残ってるとどういう、こうリスクっていうかあるんですか、うん、それは絶えずものすごい熱を出しているので、はい、冷やし続けなきゃいけないんですよね、はい、それで封じ込めるって言ってもどんどん今熱を出しながらほっとくと潜っていくので、下を溶かしながら、溶かしながら、うん、それでそれが下の、うん、はい、もう下の、地下水などにぶつかると、はい、そこで水蒸気爆発が起こったりというようなこともあり得るので、はい、上を封じ込めるだけじゃなくて下側も封じ込めて、それ以上潜らないようにするというようなことは世界どこでもこれまでやったことのない技術なので、はい、とてもチェルノブイリは上を封じ込めればよかったんだけどね、石棺にしちゃったと、うん、はい、それは なぜ、うん、上封じ込めるだけでよかったんですか。チェルノブイリはね、核爆発なんですね、はい、だから、はい、核物質が、うん、ばらまかれちゃった、はい、あそこがドロドロと溶けて固まって下に落っこってるんですよね、福島の場合は、うん、それがものすごい発熱体、マグマのような発熱体となって今も絶えず冷やし続けて、冷やすために水を入れるとそれが汚染水となってどんどん
タンクに溜まってくるっていうね、そういう悪循環が続いてるんですね。私やっぱり素人ですから、ちょっとした錯覚をしていたかもしれませんが、はい、そのデブリってもう塊、もう溶岩がこう固まった状態のこう形を想像し、そうやってもう高濃度発熱してるっていう風な、イメージがどっかで失せ、かけてたっていうか、そういう状態なんですね。まあ、溶岩はね、大変ですね。火山から出た時にものすごい熱を持ってるけど、それはだんだん冷えるんですよね。そんな感じかと思ったんですが、だけどこれは放射性物質だから、中に発熱し続けるんです、ずっとね。核なんとかっていう、なんていうんですか、核分裂、核分裂生成物によってできてきたものすごい、いろんな種類の、特に半減期の長い、寿命の長い超重要の放射性物質が中にあると、それプルトニウムなんかも含めてずっと発熱し続けるので、放っておくと溶けちゃうんです、必ずね。だから絶えず冷やしてないといけない。だから冷やすためには水を循環させなきゃいけないので、そうすると水がそういうものに接して汚染して、汚染水になってくるっていうね。そうですか。そうするとそれをやっぱりデブリを、放っておくというのは非常ないろんなことが起こりうる可能性があると、放っておくわけにはいかないと。いかない。何としても取り出すっていうのが基本ですね。封じ込めるのも単純ではないの で取り出すっていうのは基本なんだけど、その取り出し方もまだ予定がついてないっていうことですね。そうですか。この原子炉そのものの問題も様々な問題があるというお話を、まあ前半で伺いました。この後もまだまだお話を伺います。引き続き安西育郎さんに、福島の今の現状のお話を伺います。小泉進次郎さんが環境大臣になられて、何がしかの期待が、皆さんにあったかなと思うんですけれども、なかなかこう難しい判断が難しい課題山積ですよね。そうですね。だから僕も、一抹の期待を一本当です、ね、持っていたんだけれども、持っちゃいますね。全然ダメですね。とにかくね、今僕の評価は極めて低いですね。はい。言葉はの達者かもしれないけども、具体的に問題を解決する筋道を論理的に示して、その実現可能にするためにはどういう条件が政策上必要かっていうことをきちっと提起できてないですよね。言えないだけなのか、考えられないのか、どっちかなって思ったりもしますけど、両方でしょうけれども、両方あるかもしれませんね。それは原発問題だけじゃなくて、地球環境問題も含めてね、ちょっと環境大臣として一番若い環境大臣だなんて言って、メッセージを発したけども、やっぱり具体的に政策をきちっと提起しないとね。若いからこそ言えること、できることっていうのもあると思うんですけれども、それをこう実行しないのは少し残念という気がいたしますね。政権党の中では、ズバリものを言えるタイプの人だっていう評価だったんだけど、そうなってないですね、現実は、ね。いざやっぱり大臣という地位になると、責任もあるし、なかなかやっぱり言いたくても言えないっていうこともたくさんあるんですよね。あるしね、大臣っていうのはずっと環境大臣やってるわけじゃないから、自分が在任中にヘマをしなければいいっていうセンスになりがちなんですね。でその上は総理大臣かなんかを目指すだとするとね、そういう思いになりがちで、在任期間中ヘマをしないことということで消極的な発想になりがちだと思うんですね。彼はそうじゃないと思ったんですが、今のところそうですね。そうですか。まあやっぱり次の次ぐらいかなとかこうね、なんとなくイメージ、してるかもしれませんが、やっぱりそういうこともちょっとこう何かの足かせになるということですね。はい、はい、さあその汚染水、溜まり続ける汚染水が、それを海に流すとか、なんか、
空中に放出させるとか、はい、いろいろ案があるようですけども、はい、どういうふうにお考えでしょうか。そうですね、だから原発 の、 あのデブリを冷やすために使った水が汚染してタンクにどんどん溜まってきて1000基を超えるほどのタンクに満タンになって、そこにはいろんな放水物質があるもんだから、それはアルプスっていう、まあ、優れものの装置で放射性物質を取り除いたが、どうしても取り除けないのがトリチウムっていう、水を構成する水素と同じ成分のものだから、それを取り除くことが技術的にできなくて、トリチウム水ってトリチウムを含んだ水が汚染水として大量に溜まっていて、はい、ほどなくもうタンクも建てる余地もなくなって、敷地がもう本当にどん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 広がってますからね。林立してるんですよね。本当ですね。実物見たらもうすごいと思います、うん、はい、捨てる方法は空気中に捨てるか海に捨てるかというのが一番安上がりの方法なんですけれども、幸いトリチウムという放射性物質は出す放射線がものすごく微弱でね、そうなんですか、ベータ線っていうのしか出さないんですが、今あの環境を汚しているセシウム137っていうのはベータ線だけじゃなくてガンマ線っていうのも出して、これ空気中で何十メートルも100メートルも飛んでいくんですけども、はい、このトリチウムっていうのはベータ線、細胞 2,3 個分ぐらいしか飛べない弱いベータ線しか出さないので、封じ込めるのはそんな難しいことじゃないんですね、うん、そのセシウムはどこ行ったんですか。セシウムは今あの廃棄物なんかに、はい、フレコンバッグに入れたものを、うん、今中間処分場にせっせと運んでいて、そこにその汚染水の中にはこのセシウムはもう、うん、それを取り除ける、アルプスとかなんとかいうので、そうアルプスっていう装置でね、取り除けるんですね、うん、でトリチウムが取り除けないと、うん、残ってると、うん、はい、でそれは半減期12年ぐらいの、はい、放射性物質で微弱とは言いながら放射能を持っているので、みんなそれ どうするんだっていうのは心配なんですが、いきなり海に捨てるっていう話が出てきたりしたので、はい、まあ、漁業関係者なんかびっくりしてるんですね。その実害は仮に放射線防護学的に計算すると、はい、海に捨てて薄まって人々の被曝に結びつく危険は非常に少ないかもしれないが、放射性物質を海に捨てたということに伴う風評被害は、うん、かなり絶大なものがあって、多分福島の漁業はまたまた極めて困難な状況になるだろうということで、やっぱり民主的なプロセスを取って合意形成をサボると、うん、とてもあの仮に科学的に合理的な方法であってもね、はい、受け入れられないですよね。そうですか、うん、その科学的には合理的な方法なんでしょうか、うん、の一つなんですね、はい、海あの今のお話ですと、トリチウムのベータ線が非常に微弱だということも含めればね、はい、あの合理的な一つの方法なんですが、放射線防護学の専門家が集まってこれをどう処分するのがいいかって言ったら、はい、海に捨てるっていう方法は一つの合理的方法として提案されるに相違ないんですが、私はね同時にね、トリチウム水とセメントを混ぜて、コンクリートを作って、でそれはあの防護効果を持っているので、今フレコンバッグ、まあ、1000万袋を超えたっていうね、はい、福島中のフレコンバッグを集めている中間貯蔵施設の遮蔽帯などに使うことは十分できると思って、それは海に捨てるよりは金がかかることは確かだけども、はい、もう一つの使い方としてね、一石二鳥っていうか、本当ですね、トリチウム水を処分しながら、はい、防護壁としても役立てるっていうことがね、考えられてもいいと思ってるんですけどね。そうですか、うん、そういう提案をされる方はあのそういう放射線防護学専門家の方におられるんでしょうか、いや今のところ聞いたことがないですねそうですか、安西先生しか言ってませんねっていうふうに言われることがありますね。それはそれだけやっぱり経費がかかって、現時そういう意味で現実的じゃないと、やっぱりそういうふうに思ってるんでしょうけどね、はい、放射線防護学者としてはそういう方法もあるということを提示し続けたいと思いますけどね。いろんな方法がやっぱりあるんだという、やっぱりそういう考え方は非常に重要ですね、はい、はい、それからですね、あの最近、ま、あの福島のことが話題になることが少なくなったなと思うことが多いんですけれども、はい、なんとこの3月6日に映画、福島
50 50って言うんですね。福島50英語ですね。すみません。福島50、うん、はい、それがこう上映スタートするそうですね、はい、これどういう映画なんでしょう。要するに福島第一原発が大事故を起こした混乱の中で、はい、福島にあの原発の中に残らざるを得なかった約50人の東京電力の社員などですね、この人たちの奮闘の物語なんですよね、はい、うん、まあ、50っていうのは象徴的にそう書いて約50人ぐらいが残って、まあ、被害が下手をすると首都圏まで巻き込んで、はい、数千万人が避難しなきゃいけない というような当時事態の中でどうしたらいいかっていうので、まあ、そこの第一原発の所長をはじめ現場の監督さんとかね、はい、なんかもうどういう判断をして悪戦苦闘した物語で、それはそれで人間の物語としてはとても感動的なんだけども、やっぱり人間をそういう危険な状況に合わせなきゃいけないような原発そのものの持っている本質的なリスク、危険性、それも考えながらこの映画を見てもらうととてもいいと思いますけどね。ああ、そうですか、うん、まあ、その奮闘ぶりに感動するだけではないと、うん、あの、うん、そういう状況を生んだものは何なのかっていう、やっぱりそういう2つの目を持つということが重要でしょうか。佐藤浩市さんという名優が、はい、第一大原発の、まあ、責任者として、いよいよ切羽詰まって中の放射能を外に出す弁当と言われている作業のために突入しなきゃいけない、その場面で、はい、作業員たちに一緒に行ってくれるかっていうふうに問いかける場面があるんですが、なんか特攻兵に戦場に、まあ、死ぬのを覚悟で行ってくれるかっていう場面と連動して、みんなを助けるためにと、国民をと、思い出してね、ちょっとそういう目に、作業員を合わせなきゃいけないような原発が持ってる本質的な危険性っていうのにね、やっぱり目を向けてほしいとも思いますけどもね。そうですね、やっぱりそういう状況を生んだものは何なのかと、ちゃんとそういう視点を持って見ると、あの、やっぱり見た方が良いと、とてもいいと思います。そうですか、はい、はい、そして、ですね、先ほどフレコンバックのお話がありましたけれども、これからも、台風、水害とかいろんなものが、はい、異常気象であると思うんですけれども、台風19号で、そのフレコンバックが大流出したって、私、はい、そんなことを考えなかったんですが、そういうことがあったんですか。現実にあってこれからもあり得ることなんですけど、はい、だから早くそういう野ざらしになってたりするフレコンバグリの廃棄物をその中間貯蔵施設、僕は中間というのは気に入らないけども、そこに永久に貯蔵できるようにきちっとした施設にした方がいいし、それはあの技術的に可能なことなんだけど、それを封じ込めてですね、そういう自然災害に対しても強い放射線防護施設を作った方がいいと思いますけどね、はい、その中間貯蔵施設はこう双葉町とか浪江町などの帰還困難区域に、今とりあえず30年とか30年って言うんですよ ね、 だけど30年だって他の県に持ってきますって言って、その約束は一体何なんだっていうことですね。沖縄の軍事基地と同じ運命をたどりそうな気がして、そうならばそこに完全に封じ込めるもっときちっとした技術を使えばそういうことは可能なので、永久にそこを封じ込めが可能なようなそういう施設にして、上はギガ太陽光発電所にするとかね、はい、そういう利用の方法もあるので、もうちょっと知恵を出してほしいですね。本当ですね、やっぱり有能な方もたくさんおられると思うので、やっぱりこう安西先生も一緒になって、はい、力を発揮できるだけ頑張ります、はいはい、どうぞ今年もよろしくお願いいたします、はい、 この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。安西久郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。